本日9月24日、昨日から菅総理が訪米をし、日米豪印、いわゆるクワッドの首脳会談に臨むことになっております。なぜこのタイミングなのか、お辞めになる総理が言って何になるのか、そういう批判も耳にいたしますけれども、逆に我々の目から見たら、このタイミングしかないということは言えるかと思います。まずそもそも、首脳が一堂に会せる機会というものはなかなかありません。国連総会の時期に合わせてワシントンである。今一つ、この暮れにかけて、10月、11月、12月と、いわゆる G20 とか APEC とか、アジアの主要国も多くが参加をする国際的な会議が開かれることになっています。その前のタイミング、つまり9月のタイミングで、志、価値観を同じくする日本、アメリカ、そしてオーストラリア、インドが一堂に会し、これから4カ国で何に取り組むかについてすり合わせをしておく。これは極めて大事なことであり、4カ国ともがこの時期の開催にこだわったというのはそういう意味があります。ぜひ今年末までの観点から、このタイミングでのクワッド、そして発出される首脳のメッセージにご注目をいただければと思っております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Thank you.